皆さんこんにちは、こんばんは。ということで今回なんですが、今週忍耐来ますかということで、皆さんねそわそわしてると思うんですよ。はい、トレンドにね任天堂スイッチとかね忍耐とかね X で入っているので、それ見るたびにねちょっとドキドキしてると思いますが、とにかく今週か来週必ず忍耐は来ます。これは公式で発表してね来ます。ただですね、忍耐で発表されるかどうかまたちょっとね話は変わってくるんですが、まあね公式ドラケ宣伝担当もですね、まあ間もなく冒険始まりますみたいな匂わせしているので、まあ忍耐しかないのかなというねネットの声なんですが、僕もそうだと思っております。ただですね、一つ不安要素ってわけじゃないんですが、ちょっとですねビビったというかですね驚いた話なんですけども、ユメリカのですねドラケのリーク結構してましたよね最近ね。5月の27日ぐらいからロト3部作になりますよとかね、ファイナルファンタジー9のリメイク出ますよとか、いろんなこと言ってたですね有名なリーカーの方がですねいろいろ暴露されまして、なんとですねスクエニ関係ドラケのですねリークが嘘だったということがバレたということで、ちょっとそちらのお話もちょっとしていきます。はい、そしてですねファイナルファンタジー9のリメイクが吉田さん作ってないって話だったんですが、なんとですね海外の記者がですねファイナルファンタジーのタクティクスリマスターの存在をですね確認したみたいなことを言っているので、なんとですねないんじゃなくてファイナルファンタジータクティクスのリマスター作ってんじゃないのかっていう話が今出始めてるんですよ。まあそこら辺の話もですねちょっとねしていきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。ということでですね、前回の動画でもちょっとね、触れたんですが、ファイナルファンタジー9のリメイクについてですね、吉田さんがですね、作ってないときっぱり否定したということでですね、こちらヤフーの記事になるんですが、スクリーンのね、吉直樹氏、ですね、ファイナルファンタジー9のリメイクは作ってないと否定ということで、喧嘩をするのはやめてということで、喧嘩って何だって話なんですけど、こう吉田さんが作るか作らないかみたいな、いいのか吉田でいいのかみたいな、こう喧嘩してる人がいたんだって、それのコメント目に入ったんだって、いやもういいよ、そもそも作ってねえよっていうことを、まあ、吉田さんがですねファイナルファンタジーの14のですねプロデューサーレターライブで、まあ、テスト放送だったのでまあいいでしょうということで語ったということ で、なんでこんなことになったのかというと、機械翻訳がですね、間違ってたということで、ですね、新作2本が間もなく発表らしいっていうことになったんですね、何も言ってないのに。でそれがですね拡張パッケージがありまして、14のですね黄金のレガシーというのがあるんですが、ここ書いてますけども、9の要素が多かったので、どこからかですね作ってるそれが旧リメイクじゃないかという話になったということなんですが、それを否定したということなんですけども、ここからですねちょっとですね僕その動画ちゃんと見てきました。昨日見たんですけども、ですねなんて言ったのかちょっとこちら見てください。動画の中でですねこんな風に答えたんですよってちょっと言ってたんですよ。それは僕らだって新しいものはちょいちょい作ったりしているので、今はお話しすることはないですけども、ファイナルファンタジー14ともどもよろしくお願いしますねとお話ししましたということで、まあ、動画の最後の方でですね、私は9のリメイク作ってませんよということを最後に力強く言ったということで、まあ、これが話題になっているんですが、これ見てください。それは僕らだって新しいものはちょいちょい作ってたりするので、今はお話しすることはないですけどということでですね、まあ、吉田さんのですねリーダーのところですね、チームなんですが、まあ新しいものを作ってることは確定、それはもう、動画で吉田さんが言ってますね、これは間違いなく確定と。ただないんではないですよってことを言ってるんですね。でネットでは私はって言っているのでね、まあ吉田さんとこじゃないとこが作ってんじゃねって今言われているんですよね。でリメイク大好きなスクエニがですね、一度もリメイク候補にですねファイナルファンタジーの9を入れてないわけないじゃないですか。なのでもしかしたら他のところがね作ってる可能性があるんじゃないのかということで、じゃなかったらいや作ってませんよって言うじゃないですか。私はって強調ね動画でしていたので、まあそうなのかな。そしてですね、もう一回言いますけども、僕らだってちょいちょい新しいものはというので作ってることは確定します。これ吉田さんが言ってるんで、そこでですね新たなですね、記事というかですね、発言が出てきたということで、ちょっとこちら見てください。ジェイソン・シュライアー氏、ファイナルファンタジータクティクスリマスターの発売を語るということでですね、これすごいんですよ。これちょっとね最近の話なんですが、こちら読んでいきましょうか。ブルーバームのジャーナリストですからね、自称リーカーとかそんなんじゃなくて、ですねジャーナリストの方なんですが、長らく、待望されていた、未発表のですねファイナルファンタジータクティクスリマスターが現実であり、開発中であることを確認したと言っているんだよね。これ実証リーカーでも何でもないんで、はい、ちゃんとしたジャーナリストなので、まあねサイトにもありますからね、 X でねこれ知ってるよとか言ってるレベルではないんですが、まあ、確認したと言ってます。はい、ファイナルファンタジーのですねディレクター吉田さんがなんですけども、2024年4月にですね新たなファイナルファンタジータクティクスのゲームを出す時期が来たと発言したことを覚えてるかもしれない。スクエニックスがファイナルファンタジータクティクスリマスターをいつ発表するかは明らかではないが、9月のですね東京ゲームショーが開催される予定なので、そこで何か聞けるかもしれないということで、
それね、9月だったら今回可能性あるんじゃないのかなってちょっと僕は思ってるんですが、皆さんどう思いますか？さすがになって思うんですけど、結構ね前からこれね言われてたんですよね。はい、タクティクスのリマスター来るんじゃないのかっていうのをネットで言われていたんですが、これね吉田さんの意味深発言ちょっとね後で、説明するんですが、この記事に対してですねネット欄のちょっと見ていきましょうか。見てください。忍耐か、俺もね9月だったら忍耐かなと思ってるんですけど、どうなんですかね。そういえば海外インタビューでですね、ファイナルファンタジータクティクスの新作やりたいって言ってた吉田直樹ということで、そうなんです、あと読みます。リマスターとかリメイクとかばっかだなということで、まあねちょこちょこ出てくれるんだったらね、トリプル A タイトルばっかじゃねちょっとねなかなか期間空いてしまうので、僕はリマスターとかリメイクはいいのかな、ファンが買えばいいだけですからね。最初にリークされたのが2021年秋頃だから結構時間かかってるな、リメイクに近いリマスターかもなということでですね、そもそも少し前、数年前からですねこのお話出てたんです。いつ出るかなとか、去年ぐらいも 僕もね聞いたことがあるので、そんな記事を見たことあるんですが、ここに来てですね、はい、ブルーバームの記者の方が言ってるということで、吉田さんも何か作ってるということはですね先ほど言っていたので、これじゃないのかなって話が出てるという話なんですが、その気になるですね吉田さんの話ちょっと見ていきましょうか。こちらの記事見てください。これなんで書かれてるかというとですね、タイトルなんですが、吉田直樹ファイナルファンタジータクティクスの完全新作を作る時期が近づいているということで、まあ、記事ね内容ちょっと割愛して、ね、読んでいこうかなと思いますが、まずこちらですね。ファイナルファンタジーシリーズの制作に勤しんでいる吉田直樹氏がですね、おそらくファイナルファンタジータクティクスの完全新作を作る時期が近づいているように思うと意味、興味深い発言をしたということで話題になったということで、これ海外のインタビューですね。はい、彼は多くのファンとですね同じく90年代に 発売されたですねこのソフトが大好きだと語るとですね、発売からかなりの、年月が経過しているものの再始動の可能性があると述べているということで、もう言ってるんですよ。なのでこっちかなって思うんだよね。こっちかもしれません。はい、私たちの開発班の中にはタクティクスあるいは12の制作に関わった人物が多く在籍しています。何人かのスタッフから新作の提案をされてとても幸せな気分になったと言っている。その上でですね新しいものを作る時期が来ているのかもしれませんと告げていたということでですね、これは言われたんで作りましたよってことを言いたいんじゃないんですか。はい、そんな声があったので僕も言われたから作ったんですよっていう話なのかなと思ったんですが、ただですねそれでも吉田氏はですねこのゲームの続編をですね求める声は十分に我々の元に届いているとしてですね、当人がですねシリーズ自体のファンである以上どこかで続編が発表される可能性は大いにあると言えるだろうということで、なのでですねFF のですね9のリメイクではなくファイナルファンタジーのタクティクスのリメイクではというお話になっているんですが、これ見てるとですね続編なんですか、新作リメイクでも何でもないんですか、ちょっとわからないんですが、これ見てるとですね吉田さん僕の中だとなんかこう匂わせ好きですか、ちょっといやわからないですけどなんかそんな感じがあるんですよ僕の中だと、勝手なイメージで申し訳ないんですけど、なのでこれも作ってるっていうこと言ってるようなものだと思ってるんですが、どうなんですかね。このですね吉田さんの発言が記事になって話題になったのがですね今年4月なんですよ。はい、なのでですねまあもしかしたら作ってる可能性高いんじゃないのかなと思うんですが、この4月の時のですねネットランド見ていきましょう。こちら見てください。ユニコーンオーバーロードが神ゲーすぎたからな、スクニがこれを超えるのは無理だろうということでね、えユニコーンオーバーロードと比較されるのか嫌だなめちゃくちゃ嫌だな。皆さんやりましたか、ね、僕もねサブチャの方でですね、動画出したりしましたけどもね、レビュー動画出しましたがめちゃくちゃ面白かったです。はい、まあ、愛がありましたよね。はい、丁重に作られてるなっていうね本当に面白かったと思います。はい、初めてねああいうタイプのゲームタクティクス系っていうんですかね、ああいうのをちょっとやったことない初めてだった方いらっしゃったと思うんですよ。めちゃくちゃ面白かったって人結構いるんですよ。はい、僕もですね面白かったよって動画出したんですが、そのね言われた時買ってみたら面白かったですよってすごい声が多かったので、今出すとユニコーンバロードと比べられるということで地獄かなと思うんですが、まあねそれ超えたらいいってだけですからね。はい、オリジナルのですねリマスターだけでいいです、リマスターだけでいいのか、20年以上も間が空いた、名前だけの新作なんていらねえということで、まあ新作のものがなんか可能性ありそうな気がするね。さっきのあれ見てるのリマスターだけであんなこと言わないでしょうね。リマスターを作ってましたみたいなあんな感じで表明しないでしょう。まあ新作なのかなと、作りたいなというお気持ちの表明かなということで、僕は匂わせかななんて思ったんですが、さあ皆さんどう思いますかということでですね、マスクにねもうなんか新作とかねサプライズ来てくれたら盛り上がりますし、なんかないとですねちょっと3年間ですね再起動の3年間でいつも僕動画で言ってますが、まあ社長が言っていたのでね、はい、方針が変わったということで、なんかねサプライズないとですねちょっと寂しいなと思っていたので、
ここら辺でもしかしたら来たら面白いことになるんじゃないのかなというお話でした。皆さんどう思いますか？9位のリメイクはですね、吉田さんとかが作ってないのを確定しました。私はって言っているので、はい、ただ違うところでは作ってる可能性もあるんではないのか。なんかすごいボリュームがかかるとか時間かかるとかいうのも言っているので、まあ多分ね、なんか何かしらの会議かなんかで話は上がったことは間違いないんじゃないのかな。9位のリメイクですよ。なんですが、いつ出るか分かりませんが、まあいつか出るんではないのかなというお話でした。そしてですね、今週任題はあるのかって話なんですが、とにかくね、もう10日間ぐらいではありますよ。はい、この10日間でもう今月来ること間違いないということで、あるとしたら18、19、20ぐらいですか、今週だとしたらね、思うんですが、ただ気になる情報があります。はい、ということで、このチャンネルでもですね、まあ何度か取り上げてきた有名なリーカーの方がですね、リーカーがリークされてですね、引退ということで、ちょっとこちら見てください。日本人のですね、日本のゲームをですね、標的に情報を流出させていた自称リーカーみどりさんなんですが、日本人のふりをしてリーク情報を流し人々の気を引いていたと、暴かれですね、批判を浴びてですね、引退へということでですね、昨日ですか、今週の初めの頃からいろいろちょっと話題になったんですが、この方ですね、アカウント消してます。はい、消してしまってもいらっしゃいませんね。なんでですね、そんなことになったのかというと、いろんなことをね、バレたんですよ。はい、海外の方だったんですがね、普通の男性だったんですが、日本人の女性のふりをしてフォロワー集めたりとかしてね、いろいろしてたということで、まあ SNS でよくありますよね。はい、承認欲求の化け物みたいなこと結構言われることあるじゃないですか。はい、そんな感じで、この方もね、そもそも6年前にですね、リーカーとしてやってたんですが、辞めまして、まあその時叩かれたんでしょう。で、転生したのがこちららしいです。はい、ということがあるんですが、まあそれは別にいいんですよ。僕もね、こんなこと言ってますよということを言って、いつも言ってるだけなので、エンターテインメントとしてリーカーさんはですね、楽しもうといつも言っているので、まあそれは別にいいんですよ。どこの誰だって構わないんですが、ただですね、この方のリークの手法がですね、海外で話題になったということで、ちょっとこちら見てください。他の動画でも言いましたが、海外の掲示板でですね、リークの手法がですね、暴露されるということで、リーカーミドルですね、リークはデタラメ、彼は何も情報を持っていないということで、これ海外の掲示板で言われていることなんですが、ミドルはですね、情報筋から自分の嘘リークと交換することで実際のリークを入手ということで、ミドル自身はですね、何も、情報を持っていないということで、この手法はですね、この6年前のなんか、これね、こういう名前でやってたんですって。はい、これから変わってないということなんですよ。はい、でネタで見たらですね、 あいつだったんだっていう声結構あったりするんですが、そしてですね、これがちょっと気になることなんですが、緑 のですね、セガのリークは実はですね、2021年から2023年までの内部プレゼンテーションによるもので、ペルソナ6のね、情報はなかったということで、ね、これなんでプレゼンテーションのね、お話ししてるのかというと、この人ね、なんか翻訳者かなんかだったらしいですよ。はい、なのでそこら辺からですね、いろんなことを聞き出してたということで、本当のお話はあるんですって。はい、なのでなんですけども、今回で、ね、スクエニのですね、お話は嘘だったということでですね、こちら見てください。そしてですね、その情報が尽きてきたので、今度はスクエニなどの嘘リークを流し始めたということで、そうなんですよ。どういうことか分かりますか？はい、なのでスクエニ関係のですね、嘘の話をな、餌にですね、本当のリークを手に入れたということで、なのでペルソナ関係のやつは本当じゃないですか。イメージ、ペルソナ6のイメージカラーがですね、緑とかよく言ってたじゃないですか。このですね、リークのリークなんですけども、2021年から2023年までの内部プレゼンテーションのものにはですね、ペルソナ6の情報なかったんではないかって書いてるんですが、2023年って去年でしょ。それ6作ってますよね、それは。なので多分、まあそのこの人が言ってたですね、ペルソナ6のやつですね、イメージカラー緑とかよう言ってたんですよ。はい、言ってたんですが、まあそれはなんかそれから出たんじゃないですか。で、やっぱ気になるのが、スケニの噂は嘘だったということで、まあね、木は森に隠せじゃないですけど、なんかね、本当のことばっかり言ってると特定されるんだって。なのでたまに嘘ついたりするらしいですよ、この人たち。ということで、でこちら見てください。スクニのですね、このリーカーがですね、言っていたスクニカレのニュースなんですが、こちら見てください。ニュースというかですね、まあ話なんですが、ドラケスレ HD2D リメイクはロト3部作へ変更したということで、これ言ってましたね。まあ多分これはこの人じゃなくてもみんな分かったことですよ。近々ドラケスレリメイクの続報が発表される、言ってました。任題で発表されるって断言してたんですよ。まあでもこれはもうなんかそんな気がするでしょ。この人に言われなくても多分そうだなって皆さん思ったと思います。はい、で6月の任題でドラケスレ HD2D リメイクが発表される、もうこれも分かってました。はい、これまあもうスクニが言っている、スクニっていうか、まあそろそろって言っているので間違いないかなと。で、朝のチームの新作発表、オクトラではないということで、オクトパストラベラーが
去年ですか2が出ているので、まあこれも分かりきったことです。はい、間違いないと思いますんで、浅野さんがですね、はい、言っているので、去年からですね出しますと言って、何かしら出せますって言っているので、まあブレイブリーデフォルト関係かなと僕は思っております。はい、でマイナマイナ時代のリメイクなどもですね、ネットで話題になっていたので、これもですね、はい、分かります。はい、それがですね、今はですね9のリメイクは否定されましたけども、先ほど言った通りファイナルファンタジーのタクティクスのリメイクじゃないかという話になっているということなので、これね、まあリークとかいうかみんな分かってたことなので、まあリークでも何でもないということで、ただね、まあ有名なリーカーなので、あ、なんか情報握ってんのかななんて思いながら見てたってだけなので、まあこの方がですね、まあ言わなくなったとか嘘だったって言ってもですね、まあドラクエスレ HD2D リメイクのですね、まあ3部作変更したとかいうのは、まあまあ皆さんなんとなく分かってると思うので、多分そうかなと思っているので、まあ支障ないのかななんて思っております。ということですね、こちらカレンダー見てくださいということです。ネットではですね、もともと今週と言われていました。そもそもですね、2週目3週目前はイースリーがあった時にこの2週目3週目だったんですが、近年ではですね、イースリーなくなったので後半になったということで、そうなってくるとですね、17日の夜、23日ですね、あ、23時ですか、で発表で18が最短かなと、まあ、今日多分ないと思うので、18、19、20、ここがなかった場合ですね、来週なんですが、25日。なんで25日かというとですね、これサブでも言いましたが、去年ですか、はい、忍耐の株主総会がありました。それの2日前だったということに忍耐がね、なったので、今年27日にあるので、それだと、去年のパターンからすると、来週25日じゃないかなっていうお話ということになっております。ということでですね、最短18。で、ネットの声ではこの3、3日間か、ですね、まあ、海外の以降他あるんですが、19日ってあるので、まあ早ければ明日の夜23日告知、18、19で、株主総会がある2日前の25日、ここら辺をですね、まあ、注目しながら見ていきたいなと思います。ということで今回はこの辺で終わります。よろしければチャンネル登録、高評価などもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。